せていただいてね、今回2曲やらせていただくんですけれども、まあ、両方知ってる曲だったら嬉しいんですけども、ちょっとまあ知らない方もいらっしゃると思いますんで、もし知ってるよと感じたらですね、拍手をしてください。最初に僕がリズムを取りますんで、1曲目リズム取って手拍子からの拍手、知ってる方多分いたら嬉しいなという曲なんですけど、よろしくお願いいたします。嬉しいですね、そんな手拍子とか、ね、そんなお金、ね、お金渡したいぐらいでやらしい話になってしまうんですけども、僕普段はですね、その、まあ、先ほど言いましたように音楽活動はめったにしない人間なんですけれども、普段いろんなね、人の前で喋ったり、滑ったりしてる人間でして、まあ、本当に今回たまたまお誘いをね受けまして、このゆうじさんお誘い受けましてですね、ぜひと、すいません、こんなどうしようもない前にと思いまして、ただいい機会を得られたんで、こんなたくさんの人と出会いましてですね、非常に頑張っていきたいなと思っております。今の1曲目ジブリ、スタジオジブリはですね、あ、でもなんか聞いたことあるけど分からへんっていう人ですよね、魔女の宅急便の魔女の宅急便のいいですね、
喋らなくなるシーンが好きです、僕一番。やばいです、もうスタジオジブリのね。あ、すいません、すいません。ありがとうございます。まあ、いろいろね、そのやっていきたい曲とかもあるんですけども、今回、先ほど、ね、失恋話があったところで、なんですけれども、皆さん恋してます？してます。してます。恋してます、皆さん。恋愛はやっぱね、人生のスパイスだと思うんですけども、今の、いいですね。恋愛は人生のスパイスだと思うんですけども、やっぱ恋をしていってですね、やっぱ好きな人ってのはできると思うんです。それがまあ同性だろうと異性だろうと、ね、絶対できると思うんですけれども、その中で、すっごい好きとか、もう愛してるちっちゃなとか、そういうの、たくさん人によって表現があると思うんですけども、好きな人にね、出会えた時に自分の心をどう伝えるのかと、まあ、皆さん悩んだ時あると思いますけども、まあ、そんなことね、どうでもいいんですよ。好きだったら好きでストレートに行けばね、きっと思いは伝わります、ね、何を言ってるのかちょっと自分でもよく分かんないですけども、次の曲は恋の歌です。そうですね、男性目線の曲なんですけども、まあ、女性の方たくさんいらっしゃいますけども、歌詞を聴いていただいて、こうやって思えばいいかとか、いろいろ聞いてくださると嬉しいです。ただちょっとミスがあるかもしれませんけれども、そこは笑ってください。というわけでよろしくお願いします。僕の心臓はね、止まる頃にはね、この世をね満喫し終わってると思うんだ。やり残したこと何にもないくらい、君の隣でさ笑い続けてたいと思うんだ。この胸が脈打つ血は君とまだ笑っていたい。生きる意味なんてそれでいいの、いいの。もう一つ、もう一つで同じ涙を数えて、僕らはまたお互いを知る。高鳴る鼓動が伝えてく、重なる音と流れる想いを、もう離さないと約束しよう。いつでも君が寂しくないよね。1分間にね、70回のね、生きているを叫んでるんだ。でも君といると少し駆け足で、110回のね、愛しているを叫ぶ。胸が脈打つ血は君とまだ笑っていたい。生きる意味なんてそれでいいの、いいの。また一つ、また一つで同じ行動を重ねて、僕らはまたお互いを知る。僕と君が出会えたことに何か理由があるとするならば、運命
いかはわからなくとも嬉しいことに変わりはないよね。僕をやめる時まであと何度好きと言えるならばここにいられることに感謝しよう。ただ生きていることにありがとう。高鳴る鼓動が伝えてく重なる音と流れる想いを愛し続けると約束しよう。心拍が止まってしまうまで